のの間の海戦ドイツ軍の侵攻により、1940年6月22日、フランスは降伏した。イギリス首相、ウィンストン・チャーチルは、フランス海軍の艦隊がドイツの手に下り、イギリスのシーレーンを脅かす存在になることを危惧した。そのため、イギリス海軍は、フランス艦隊はドイツに渡らないように、自軍の指揮下に入れるか、無力化するために、 作戦行動を起こした。メルセルケビール軍港の位置7月2日、サマビル中将が率いる H 部隊がジブラルタルを出撃した。7月3日朝、H 部隊はメルセルケビール沖に到着した。この時メルセルケビールには、フランス海軍襲撃部隊司令長官権第1、艦隊司令長官ジャンスール大将旗下戦艦、プロヴァンス、ブルターニュ、ダンケルク、 ストラスブール、水上規模艦、コマンダンテスト、大型駆逐艦、モガドール、ボルタ、ランクス、ティーグル、ケルサン、ルテリブルが停泊していた。また、近くのオランにも10隻の駆逐艦などが存在した。H 部隊の駆逐艦、フォックスハウンドが港の入り口付近に停泊し、交渉役のホランド大佐が交渉に向かった。ホランド大佐は、 フランス軍に対し5つの選択肢からなる最後通帳を突きつけた。内容は以下の通りである。再びイギリス側に加わり数軸軍と戦う。艦艇をイギリスの港に開港する。西インド諸島またはアメリカの港に向かう。自陳する。戦闘を交える。フランスにとってとはドイツとの急戦条件によって、 到底受け入れられる内容ではなかった。休戦条件の違反を口実に、ドイツからフランスに残る残存関係を接取され、兼ねないためである。また、とも、この時点ではまだ味方意識の残るイギリスとは、戦闘を行いたくなかったため、選択することはできない。残されたを検討しようにも、折から海軍本部をビシーへ引っ越している最中で連絡も、おぼつかない。霊休時に、 フランス側は交渉役のホランド大佐に対しフランス艦艇がドイツ・イタリアの手に渡ることがないことを保証すること、さらにフランス海軍は不当な攻撃には武力を持って反撃をする用意があることを申し入れ明確な回答を避けた。これに対しイギリス側はフランス側から明確な回答がないことを口実として12時30分に 空母アークロイヤルでソードフィッシュによる湾口への時機雷の投下を実行し、戦闘への準備を行っていた。17時55分についに H 部隊が攻撃を開始し、フランス側も反撃した。しかし、フランス艦隊の大型艦は、港湾の形状上、艦首を陸上側に向けた格好で停泊していたために、艦尾側の火力で対応する必要に迫られた。このことにより、 主砲塔を監首に集中して配置していた最新衛戦艦弾ケルクストラスブールは主砲による砲撃ができずやむなく副砲やその他の美砲で応戦したストラスブールは微速で出撃するため湾港に向けて走り始め水道に出た時は15ノットを出していたストラスブールの逃亡を阻止しようとイギリス駆逐艦が立ちはだかるも33センチメートル主砲弾を 周囲に受けたイギリス駆逐艦は煙幕を展開して、交代。姉妹艦の脱出を援護していた機関ダンケルクは、英国艦隊機関、フットの38.1センチメートル手砲弾を、安全距離を割った近距離から4発受け、推薦下と2番手砲等に被害を受けた後、電力系に損傷を受け、沈黙した。その後、故意に浅瀬に座礁せざるを得なくなった。 ダンケルクでは210名が死亡した。イギリス艦隊からの砲火を浴びる戦艦、ブルターニュ。戦艦ブルターニュも、フットからの砲撃により被弾して、大爆発を起こし18時9分に転覆した。死者は977名。艦長ルーパパーン大佐は、艦と運命を共にした。さらに、戦艦プロバンスも、フットからの砲撃により中破し、他に駆逐艦。 モガドールが被弾して爆雷の誘爆により大きな被害を出した。一方、なおも戦闘能力を持つ戦艦ストラスブールは脱出に成功し駆逐艦6隻と共に被退した。イギリス艦隊はストラスブールを撃沈するためイギリス航空母艦アークロイヤルから3度にわたり攻撃隊を送ったが補足に失敗しストラスブールは修理のためにトゥーロンへ帰還した。イギリスは 戦術的勝利を得たが、政治的には、フランスの世論を数軸国寄りにする火種を作ってしまったほか、フランスに連合軍に対する決定的な不信感を与えてしまい、戦略的敗北とまではいかないが、政治的失敗をしてしまった。また、サマビルは本国に、フランス地中海艦隊の主力を三隻撃沈、着底させ無力化したと報告したが、実際は、 戦艦ダンケルクとプロバンスは修理のためやむを得ず、故意に座礁したのであり、応急的な修理を施された二隻は、トゥーロンに帰還してしまったため、戦果は戦艦ブルターニュ一隻を撃沈しただけに止められた。イギリス艦大司令官のジェームズ・サマビル中将は、かつての同盟国との戦闘を快く思っておらず、攻撃には手心を加えていた。ダンケルクは短時間に、 フットに対し手法、副砲弾を合わせて40発余りを撃って、極めて警備ながらも損傷させ、ストラスブールは劣勢状強化で脱出を果たしたことから、ダンケルク級戦艦の優秀さを伺うことができる。ウィンストン・チャーチルは、私がこれまでに関係した決定の中でも最も不自然で、心苦しいと、航空母艦アーグロイヤルの艦載機による、 フランス地中海艦隊に対する攻撃の決定について語っている。W. チャーチル第二次世界大戦佐藤良一役上官325ページ。ありがとうございます。